力侍神社は、和歌山県和歌山市川辺に鎮座する神社。鎮座地川辺をはじめ、上野、島、神奈美、楠本の総氏神として、一体の信仰を集める。拙者である、八王子神社と東西に並立する。演劇式神明町の木の国室群、雨の多寺から小野神社の後継者とする説もある。旧尊者。本殿は、八王子神社のそれと共に、 和歌山県の有形文化財に指定。境内は九十九王子の一つである川辺、王子跡として、和歌山県の史跡に指定されている。雨のノタからラの命と、サルタヒコ命を祭り、他十三神を廃止する。社殿によれば、当初は、和歌山県田辺市元宮町の大再現に、鎮座していたが、平安時代中期に、現社地の東北方である神奈のアザ畑に、 戦座したのが創始であると伝える。なお、貴族風土器は、木の国神明町慰草郡に見える、地議30社中の14以上部、田地から小野人が当神社のことであり、縁起式神明町木の国室郡に載せる、雨の田地から小野神社がその前身、また田地から小野命の神明とその興行から、力士の社名が生じ、それが転じて、力侍神社になったもの、と交渉しているが、 資料的に立証できないために根拠が薄弱であると評されている。社殿によれば、創始五館並みに西隣する上野の八王子神社の鎮座地に遷座、その後江戸時代の寛永3年3月に新宅により、八王子神社と共に現在地に移され、八王子神社は、拙者として東側に並び祀られるようになり、以来川辺、楠本、島、 神波の四家村のうぶすながみとされた。なお、俗風土器によれば、円鏡山山農院という仁和寺新城院の松寺が別当神宮寺として境内に置かれていた。明治六年尊舎に弟し同四十三年に付近一帯の神社を講師している。なお、旧、神波村に、 当初の鎮座地のイほこらと思われる少子があったが、これもこの時に合祀されており、同時に99王子である中村王子の旧跡とされる楠本の楠本神社、同じく川辺王子の後とされる上野の八王子社も合祀された。本殿は一軒舎流れ作り吹きで、和歌山県指定有形文化財。その他、牛田記者、稲荷社、妙見社の角末茶がある。 近世には常述のように別当寺員が置かれていたが、三種四村によって中世に遡ると見られる宮座も組織され、祭祀や神社の不信、仙愚などを司った。宮座は万党を中心に運営され、万党は昨日公と称して1.35.79.1112各月の昨日に会合を持ち、神社経営をはじめ広く尊姓全般についての 取り決めを行った。番頭以外の構成員は、里守と呼ばれ、また、平座とも呼ばれた。いずれも当初は、経済的優位を背景とした、古来の価格と伝統に基づいて就任していたが、絶景となったり社会経済の発展に伴って、没落するものも出てきたため、近世中期以降は、新興農民を新たに編入し、古来の家筋を、レーザー 新規参入の家を、ホービーリザと区別している。褒美と称されるのは、主として財の献金が要件とされたためで、そこからもわかるように中期以降は、経済的に窮迫していき、幕末には、昨日行を中止して、費用を節約し、蓄えた資金を貸し付けてその利子を、座の運営資金に充てる、等、古来のしきたりを、改めて財政の確立を図らねばならないほどであった。 また、それに伴って、霊座と法比入り座とで赤字をめぐる対立も起こり、あるいは座と座外一般との対立も発生。現在の家柄による特権を廃したうじ子制への過渡的状況を示している。現在は10月10日を霊祭とするが、これと1月1日、4月と7月の10日、8月18日、12月10日の年6度の祭典を霊祭日と称している。 ありがとうございます。